吉田さん、高いアクセスをね集めることってまあ憧れた時期はありましたまあその憧れた時期にマトリックスアフィレットみたいなねセールスが来たんでまんまとやられちゃいましたよいやーまあでもね私が求めていたのは高いアクセスではないんですよね今考えると自分一人があそして今ならね自分の家族が自由に時間をお金を扱えるたったそれだけのことだったんですよね いやあいろんなものがね見えなくなってきたっていうのはああいうことなのかなと思いますね。うん、はいそれでね今回はあの4畳半から始まったみたいなね第4畳半物語ですか。何と言いますかよくね自由を手にして成功した人が俺も最初は4畳半から始めたよみたいなねうんゴミ箱から缶拾いから始めたよみたいなねそんなストーリーがあると思いますけども私はまさにそんな感じだったかなと思います。 けどね、あの、段ボールや空き缶広いから、4畳半から大成功を収めたと言えば聞こえがいいんですけども、大体はね、そうならないんですよね。で、成功した人に聞くと、いや、もともとこうだったよって話ばかりされるんで、うん、だからみんながね、あの、そういった恵まれないと,ないところからチャレンジすることを、 まあ、よしとするというかね、成功しそうだなと思うんですけども。まあ、そうではないですよ。いや、紐解いていくと、もともと成功する素養を持った人が、たまたまホームレスみたいなことをしているっていう例はあるんですよね。吐き溜めに釣ると言いますかね。うん。でも、もともと、そんなポテンシャルがない人が、もともと成功する要素を持った人と、スタートラインが一緒だからといって、同じところまで走っていけるかなと思うと、 そうとも限らないんですよねただやっぱりねものすごいマイナスのところからプラスになったよっていうふうなことっていうのはまあ希望だと思うんですよ多くの人にとってね、うん、それを自慢ですかとかね高いところからまたいい加減なこと言ってますねみたいなそういう卑屈精神になっちゃうのはなんでなのかってことなんですよで私は一つねそこにね答えを持ってるのはあの 自分のためにやってしまう、まあ、いわゆる仕事と、誰かのためにやる仕事ってのは違うと思ってるんですよね。で、誰かのためにやる仕事は、自分の周りを良くして、組織を良くして、地域を良くして、社会を良くする。そんな波紋のようにね、池に投げた石が描く波紋のように尊いものかなと思うんですけども、いつの間にか人はね、自分のために するようになるんですよ。で、自分のために仕事をするとかって、ものすごくね、いいことのように見えますけども、私はね、必ずしもそうは思わないんですよ。もちろん、徹底的に自分のためにできる人もいるかもしれませんけども、大体ね、自分のためにやろうと思ったら、そのために他者を踏みつけたり、他者を陥れたりすることも厭わないってことになっちゃうんですよね。結果的に自分のためになれば、 あとは犠牲はしょうがないんだとかね。そんな風になっちゃうんですよ、うん。できればそうじゃない精神を育みながら自分のために働けるといいかなと思いますけども。大抵の人は人のためにすることが結果自分のためになるっていうことを繰り返していった方がまあ簡単なのかなと思いますよね。さあ、そしてね、情報発信においてこの自分のためなのか他人のためなのかわからない状態をどうやって作るかっていうと 人が喜びそうな、そんなね、情報発信をすることで、そこに対して、ためになりましたとかね、いつも動画、本当にありがとうございますみたいな、反応が返ってきた時を自分のためになったと感じることかなと思うんですよ。それ以外は、あまり考えなくていいのかなと思いますよね。でそれが、たった一人でいいんですよ。たった一人が自分の動画によって癒されてくれればいいんですよね。 そのたった一人の人を喜ばせるための動画をそのたった一人をたくさん作っていけば100本の動画に対してそれぞれ一人が喜んでくれて合計100人というものができるのかなと実はそちらの方がいわゆるネットビジネスというペルソナにもなってるしまあいわゆる本質なのかなと思うんですよねでもなぜかね多くの人が求めている数字だけを 発信しがちになります、ね、もうなんかこう、半年間で1000万稼げましたとかね。そういってね、まあキャッチコピーなのかもしれませんけども、数字が劣ってしまうんですよね。つまり、数字で引っかかりそうな人向けに数字を使ってしまうっていうことが起きてしまうんですよ。で私が思うのは、自分の 伸び伸びとした姿を見せたりね。自分はこういう風にして人を幸せにしてます。家族を幸せにしてます。みたいなね。で、それを見て、私が結果的に嬉しいなと思ってるんだよ。ってことの表現の方が、うん、きっと伝わりやすいのかなと思うんですよね。うん。うんまあ、だからね、今人間性と言いますかね。まあ、私が必ずしもいい人間性だよっていうことを言いたいわけじゃなくて、 発信には必ず自分の姿が映ってしまうのでその自分の姿を腐らさないことかなと思うんですよね。だからといって、うん、やっぱ邪念を持つななとも思えないんですよ自分にはどんなね至らない点があるかってことをあの発信していけるのもこの情報発信のいいところかなと思いますよね。 で今回の動画何が言いたいかというと、自分の長所と短所がわからない人に発信っていうのはものすごく難しいことなんじゃないかなと思うんですよ。自分は本を書いてきましたとかね。自分はこんなコンテンツを作ってますとかね。自分はこんな失敗をしましたとかね。それが引き出しを開けるように、次から次へと出てくる。そんなね、う 人生を送っていると、まあ、いわゆるはっきりと分かりやすいのかなと思うんですよね。うん、まあちょっとね起きたばっかりでね本当に変身動画になってるのかどうかあれですけども、うんまあ、私がね目を覚ましてさあ何か喋ろうかなと思った時に出る言葉は以上のようなものでした。まあ、これでも 感じてくれる方はいるんだろうなと思いますね。これぞ作戦のないトークでございます。<laughs> じゃあ行ってらっしゃい。